その流れで今週ね、TBS だよね、それがね、水曜日のダウンタウン、TBS でオールスター感謝祭にも行ったんですよね、オールスター感謝祭、間と一緒に出るってことになって、それで、まあ、楽屋入ったらね、いたんですよね、中山やまきんに君、なかやまきんに君さんがいたんで、再来週、ちょっとよろしくお願いしますって、僕が行ったんそしたらきんに君さんが、ああみたいな感じ。 えみたいな感じで。えっ、ー、と、な、えー、収録みたいな感じで。ああそう、感づいてない。うん、<laughs> あれってオファーをしてるよなと再来週は僕らの三四郎のオールナイト日本ゼロに、うん、あのー、出ていただくことになったんですよ、うん、って言ったら。ああ !OK! ああ、よろしくなみたいな感じになって。俺、結構て出すタイプだな。あの、千鳥さんとかね。あの、小峠さんとかだったらさ、わかる感じのアプローチの仕方じゃん。で、よろしくお願いしますって、おおよろしくなって上から。ね、本当にまあ、それこそ手だれの MC とかさ、あの、お笑いエリートの方のスタンスじゃん。いや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 。エリー別に。 よろしくなって。やばいぞって。ええ、なんか、いじらせない可能性があるぞ、もしかして。だって、よろしくなって。ああ、よろしくなだよ、まあまあ、確かに先輩だから、間違ったらね、よろしくなちょっとやばいぞって、これ。怖いね。そうだ、これちょっと交互期待です、そこはね。そこ交互期待ってこと。まあ、その、まあ、あの、 それで中山筋肉さんもいて、いたりして、まあ崖は大部屋で、そしたら清志師匠、西川清志師匠とノブさん、チロイのノブさんがお話ししてて、そしたらノブさんがなんか、あコ小宮って言って東京の面白いやつだから、みたいな、清志師匠に、あの、紹介してくれて、それで、ああ、よろしくお願いします、みたいな、今日もみたな、すごいもう、すごい本当になんか聞いた通りの人で、丁寧にご挨拶してくれて、ああ、ありがとうございます、みたいな。まだ始まる前ですけどね。それ、それ、まあ、あの、ちょっと喋ってたら、そしたら、その、 でみたいな感じで、ああ、あれとなんか聞いたことあるなとって、森脇さんね、小宮、ええで。昨日のラジオええで。いやいや、師匠と喋ってる中、来る。ええでええで。え、トークええで。小宮ええで。それ気づいたのが、いつも、間がええねん。間がええねん。って言うんだよね。間の受け手がええねん。っていうんだけど、結構、小宮、方っていうか、えっと、小宮ええ。えっと、この間のトークええで。と言って、ラジオええね 小宮、うん、で持ってるようなもんやって言って、うん、<laughs> 俺って結構僕、多めだなって,って、うん、いつもと違うテレビもええでテレビの話になってきた、うん、なんだ、えなんだよ、いつもとちょっと違うぞって、うん、まさかまさかの話で、うん、そのあと、小宮ええでぐらい行った後、うん、あと、のー、まあまあね、あのー、あののち,ちょっとな、まあ、言いづらいんやけど、あの俺のあ、ね、娘、19の娘が、あの三種の、うん お前のファンなのファンなんだ。えっ、ー、と、ちょっとあの、電話出てもらえない。<laughs> <laughs> いや、えー、一般の方。衝撃の。あ、だからかって、もう、いや、<ー>古速な人だな。小宮愛一般の方。変ってほしいから。変わったほしいから。褒めとかないとと思って。全然後でいいですよって言ったんですけれども、また清主将と喋ってる中2分後。うんうん、ああ、小宮。えー、出て出て出てくれ。<laughs> あ、こんにちはとか、あ、あ、よろしく、あ、こんにちはみたいな、本当に。そう、面識もないね。そう、娘さんと、あ、いつもお世話になっておりますみたいな、あ、あ、ちょ、お世話になっておりますみたいな。オールナイト聞いてます。あ、オールナイト聞いてんだと思って、結構森脇さんのこと言っちゃってるぞと思って。大丈夫かなと思って、あ、よろしくお願いしますみたいな感じ。あ、ありがとうございます。あ、あありがとうな。いすげえことやな。 そう、清志師匠と喋って中ね。それで来た。まあそんな中もね、それスタートして。もう、クロちゃんもね、いて、そう、松竹の人、やべえ人ばっかにし確かに。考えたら松竹。そうそうそう。それでまあ、あの、座るねあの、オールスター感謝祭ね、始まるんですけど。まあ、あの、名札があるわけよ。その、自分らのね、クイズ、答える前にね、小宮弘信。はいはいはい。三四郎小宮弘信ってあるんだけど、その隣に出演番組。うん。 TBS で貢献している番組かなの名前があって僕は「そのアッコにお任せ」「水曜日のダウンタウン」って書いてあって「アッコにお任せ」「水曜日のダウンタウン」「えっと」と思って「アッコにお任せ」23回 ?2 回だね回ぐらいしか出てないぞと思って「アッコにお任せ」「えなんでだ?」と思ってパッと間の方向いたら「アッコにお任せ」のみ書いてあって あ、そのためかと思って一応、アッコにお任せで、間出るから。俺揃い俺してくれる。俺揃いにしてくれる。アコにお任せで、あんまり間、一言二言ぐらいしか喋ってない。<laughs> 本当にお任せだから。アッコさん。<laughs> なのに、アッコにお任せね。ありがたいよね。<ー>それで。アって書いてあった書いてあった。あそうなあっこの。アッコにお任せのみだよ。あそうなん そうだよ。そうだよ。そうだよ。あっこに、お待たせに感謝されてるってことね。そうですね。出てたんだ、ね、そういうことです。よかった。そうそうそう。それでまあまあ、<ー> <laughs> それでまあまあ始まって、そ,<う>それまあ間もね、言った通り、うんうん、あの、ジョ ランナーあ走るミニマラソン、うん、走るってことになってね上下ロングのジャージで走ってたの上下ロングのジャージでみんなななんんかみんな T シャツとかでさ<え>走ってたなんか上下ロングのジャージで走ってていや寒いのかなと思って。 違うう、ううも渡されたんだよ俺あ、そなのみんな脱いでたよ、なんかシャツ。それで、みんな周りのやつ、なんで間目立ちたいか、あれ、ウケると思ってんのかいみたいな。上下ロングのボケでもなんでもない。あ、そう。そうそうそう。でも結構ウケてたあれウケてたって。そうそうそう。おかえさんとかね、言ってね。キュートのね。そうそう、キュートの、おかえさんとか言ってさ、隣がおかえさん。 俺受けてて。だからまあまあ、ああ、そう、クロちゃんさんもね、うん、そうか、帰ってきて、あまあ、それまあまあ、あのまあ、マラソンがあって、帰ってきたんでね、うんあか、帰ってくる時も、クロちゃんもね、うん、帰ってきたああ、疲れた、みたいな感じでった、うん、お母さんがさ、うん、ああ、疲れた、頑張ったね、とか言って、うん、ああ、頑張ったから、チューして、とか言って気持ち悪いなと。<laughs> <laughs> <laughs> すっげえ気持ち悪いこと言うなと。それは気持ち悪いね。本当に気持ち悪い。<laughs> 頑張ってからそれもあったんだけどあ<ー>そまあまあそれあったんだけどその前にさ狩り場でね狩り<あ>場っていうのはさ <laughs> あの食事。 のね、時間あるじゃん、お食事のね。休憩時間。休憩時間でお食事できる。そこを狩り場と僕呼んでますが、狩りをする場。みんな芸能人が、名だたる芸能人がね、そこに集まってくるので、僕は話しかけるという、こんにちはと挨拶をするっていう狩りをやってるんですけれども。狩りね。はい。そう、呼ぶのね。そうそう、呼ぶんですけど、みんないろんなね、人がいて、まあ、ナダルと二人で、キョンキョン。 小泉京子さんがいて、うん、間も頑張ってるから僕もり頑張らなきゃと思って <laughs> そうあ <laughs> <laughs> こんにちは」こんにちはみたいな感じで僕も言って「あこんにちは」みたいな感じで「よく見られてますよお二人」みたいな感じで言ってくれてるんそうしたらナダルも「あ僕も結構」 こう見てます。いや結構ってなんだよって僕もね <laughs> <に>。そうそうそう。結でも笑ってくれたりして、ああありがとうございますみたいな感じ。言ってまあまあカホカホさんいたら。<ー>カホさんのところ行こうとしたら、袴田さん言って、あれ袴田義彦だ。と思そう冒頭からいじられてたんだよね。<ー>そのあのね不倫のねことで。うん。 袴田ま彦よしひこだと思ってさ、あ2週間前ぐらいのね、メールテーマでさ、袴田ま彦よしひことのね、過ごし、あの、思い出。みんなの思い出をね、募集したんだよ募集したんだよで、間はね、全然ないだろって。袴田ま彦よしひこ、ピン、ピンポイントで。しかも思い出なんてないだろって言ってたんだけど、バンバン来たんだよね。そう、それ僕らもなかったから、なかなかね、ちょっと思い出作んないと。そうそう。思い出作んないと。 ちょっとカホさん置いといて。そうそう。行きたいだけ。置いて。まさかの。袴田さんに。こんにちはーって。こんにちはそういっしたら袴田さんが、そういうモードになってるのか分かんないけど、あっ、あっ、こんにちはーって。謝るモード。ここは多分まあ、半年ぐらい。3ヶ月ぐらい。謝るモード。あっ、こんにちはーちって。こいつもいじってくるのかみたいな。 いや、そうではないなんか、変なスタンスだったから、やばいと思って、その食事がいっぱいあったから、グリーンカレーあったんで、あ、えっと、僕も喋ることないえ、グリーンカレー、グリーンカレーどうぞ、みたいな感じで言った。ナダルはナダル、全然突っ込まないでしょ、僕。やべえ感じになって。やべえ奴がグリーンカレー、進めてきて。いやいや、そちらこそ、どうぞ、みたいになって、変な感じになって。でも、グリーンカレー、そってくれたから、僕がグリーンカレー渡したの、袴さんに。それで、ありがとうございますって言ってたんだけど、遠くに行ったのね、僕。ずっと見てた、袴丸さん。 そグリーンカレーシェフに戻してて、あれなんだこれ嫌だったのかな、なんなこの時間、グリーンカレー戻してて。なんだったのこれ食べたくなかったなんだろうねなんか渡されたから。うん。しょうがねえから。しょうがねえな、これからかわかんないけど。まあ、それで、うん。それで終わって、あれまあ、間もね、戻ってきて、まあ、クイズあったんだけど、ぬるぬる、ぬるぬるのね、あの、恒例のね、 あの鈴木奈々、ぬるぬるの山のとろに登っていって、ぬるぬる階段、上っていってのがあって、それはまあ、一番最後にね、生放送、終わりのもう10分ぐらい前、10分ぐらい前にさ、クイズでスタンドアップって始まったんだよね、これってね、カン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 って鳴るっていう、フラグだろっていうぐらいね、もう本当に、もう生放送だってすぐもう終わるんだから、カン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 って鳴ったら、早いもの。 だかあれ、早押しだから、一番早い人が賞金もらえる、15万、だからもう、賭けでいくしかないよって、もう早い人1秒とかね、もう押してるわけだから、みんな賭けでやってるから、一番最初押したら、全く間違えちゃって、僕も、座ってって感じの流れになって、2問目、2問目もみんな立ってる人もいるけど、もう賭けでいくしかないと思って、おかいちゃんが、隣にいたおかいちゃんが、どうしようかな、何しようかなみたいな感じになってて。 でもこれね、絶対金なるから、あの、かけで押した方がいいんだよって。もう1位いけ、1位いけって。僕が言ったの。そしたら、その、すごい、あの、聞いてくる話なだそれは、なんか、スラムドッグ未了にや、とか、その、クロちゃんのやつを水曜日のダウンタウンのスタジオで見てたから、おカリさん。小宮さん、頭いいってモードになったら、何を勘違してるか。活躍したからね。そう、活躍したから。そう、それで、まあ、お応ちして、いちしうってなったの。そしたら、オカちさんがすぐ一応して、そしたらまさかの、 一位。一位がね、正解だったん下からだん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 、一位正解になって、しかも早押しで、だん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 上がっていった。たらもう0.56ぐらいで、おかえちゃんが一位になって。それで、もうカメラが寄ってくるわけ。寄ってくるときに僕を目立ちたいから、ちょっとおかえちゃん、僕のおかげって言ってよって。寄ったら言ってよって。寄ってくる寄ってくる寄ったら言ってよって。言ったものの、 じじん、寄ってきたら、僕もめっちゃ緊張しちゃっよこれズルとか言われたらやべえし、言うなよ、言うなよっていうモードになってて、おかえちゃんパニックになって、え、言うなって、言えって言ってたら言うな、もう言うな、言うなって言って、おかえさん渡して、変な感じでもう終わったって CM にね、くって流れもあって、そう、結果的に、そう、トータル、自分ではクイズ答えられなくて、まあいろんなことあったんだけど、結果的に125位ぐらい。 4000円で、<laughs> 4000円くらいで、<laughs> しかもニャンコスターの男の方の1個下ね。<laughs> あんな、女とセックスがどうのこうのって言ったらお笑いとセックスしてる俺が1個下に負けました。<laughs> 時間あるじゃん、お食事のね。休憩時間。休憩時間でお食事できる。そこを狩り場と僕呼んでますが、狩りをする場。みんな芸能人が、名だたる芸能人がね、そこに集まってくるので、僕は話しかけるという、こんにちはと挨拶をするっていう狩りをやってるんですけれども。狩りね。はい。そう、呼ぶのね。そうそう、呼ぶんですけど、みんないろんな人がいて、ナダルと二人で、キョンキョン、小泉京子さんがいて。間も頑張ってるから、僕も狩り、頑張らなきゃと思って あこんにちはみたいな感じで僕も言ったあこんにちはみたいな感じでよく見られてますよお二人みたいな感じで行ってくれてそしたらナダルも「僕も結構見てます」いや結構ってなんだよ」って僕もそうそうますでも笑ってくれたりして「ありがとうございます」みたいな感じで行ってまあまあカホさんいたら果さんのところ行こうとしたら袴田さんいて「あれ袴田よしえい子だ」と思って。 そう、冒頭からいじられてたんだよね。その、あの、ね、不倫のね、ことで。うん。袴田義彦だと思ってさ、あの、2週間前ぐらいのね、メールテーマでさ、袴田義彦とのね、過ごし、あの、思い出。思い出。みんなの思い出をね、募集したんだよね。募集したんだよで、間はね、全然ないだろうって。袴田義彦、ピンポイントで。しかも思い出なんてないだろうって言ってたんだけど、バンバン来たんだよね。そう、それ僕らもなかったから、なかなかね、ちょっと思い出作んないと。ん。 そうそう。あんまり作んないと。ちょっとカホさん置いといて。そうそう。行きたいだけ。そ置いて。まさかの。袴田さんに。こんにちはって。こんにちはっそうしたら袴田さんが、そういうモードになってるのか分かんないけど、ああこんにちはって。謝るモード。ここ多分まあ、半年ぐらい。3ヶ月ぐらい。謝るモード。あやあこんにちはって。こいつもいじってくるのかみたいな。 いや、そうではないなんか、変なスタンスだったから、やばいと思って、その、食事がいっぱいあったから、グリーンカレーあったんで、あ、えっと、僕も喋ることないグリーンカレー、グリーンカレーどうぞ、みたいな感じで言った。ナダルはナダル、全然突っ込まないでしょ、僕やべえ感じになって。やべえ奴がグリーンカレー、進めてきて。いやいや、そちらこそ、どうぞ、みたいなって、変な感じになって。でも、グリーンカレー、よそってくれたから、僕はグリーンカレー渡したの、袴村さんに。それで、ありがとうございますって言ってたんだけど、遠くに行ったのね、僕。ずっと見てた、袴村さん。 グリーンカレーシェフに戻してて、あれなんだこれ嫌だったのかな、なんなこの時間、グリーンカレー戻してて。なんだったのこれ。食べたくなかったなんだろうね。なんかまたないから。うん。しょうがねえから。しょうがねえな、これからかわかんないけど。まあ、それで。それで終わって。あれまあ、間もね、戻ってきて、まあ、クイズあったんだけど、ぬるぬる、ぬるぬるのね、あの、恒例のね、 鈴木奈々、ヌヌヌヌぬの山のとろに登っていって、ヌルヌル階段、上って、こう小宮肩っていうか、小宮、この間東トークええでって言って、ラジオえね小宮で持ってるようなもんやって言って、結構僕、多めだなって、いつもと違うの、テレビもええでって、テレビの話になってきたって、なんだ、えなんだよ、いつもとちょっと違うぞって。 小宮えでぐらい行った後、うん、あのー、まあまあね、あのー、あののち,ちょっとな、まあ、あ言いづらいんやけど、あのお俺のあねえむ娘、19の娘が、あのーうん、三種の、えー、お前のファンなファンなんだ、えーと、ちょっとあの電話出てもらえな <laughs> いや、一般の方、衝撃の、あだからかって、もう、いや、姑息、うん、な人だもん、小宮英 変わってほしいから。変わってほしいから。<laughs> 褒めとかないと,と思って。思全然いい、後でいいですよって言ったんですけれど、も、うん、また清首相と喋ってる中、2>, うん、2分後。ああ <laughs>、うん、小宮、ええ、出てく、出て、出てくれ。<laughs> あこんにちは」とか「ああよろしくあこんにちは」みたいな本当にそうは面識もないね。そう娘さんとあいつもお世話になっておりますみたいな「ああちとお世話になっております」みたいな「オールナイト聞いてます」「あっオールナイト聞いてんだ」と思って結構森脇さんのこと言っちゃってるぞと思って、大丈夫かなと思って「あっよろしくお願いします」みたいな感じああありがとうございます」「あありがとうな」みたいな大丈夫すげえ答えな そう、清志師匠と喋って中ね。それで来た。まあ、そんな中もね、それでスタートして。はいもう、ちゃんもね、いて、そう、松竹の人、やべえ人ばっかにして。確かに。考えたでしょそうそうそう。それでまあ、あの、座るんで、あの、ホールスター感謝祭ね、始まるんですけど。まあ、あの、名札があるわけよ。そ自分らのね、クイズ、答える前にね、小宮博信。三四郎小宮弘信ってあるんだけど、その隣に出演番組。うん。 TBS で貢献している番組かなの名前があって僕は「そのアッコにお任せ」「水曜日のダウンタウン」って書いてあって「えアッコにお任せ」「水曜日のダウンタウン」「えっ」とかと思って「えアッコにお任せ」23回2回二回ぐらいしか出てないぞと思って「アッコにお任せ」「えなんでだ?」と思ってパッと間の方向いたら「アッコにお任せ」のみ書いてあって。 そのためかと思って一応アッコにお任せで間出るから俺ぞろい俺ぞいにしてくれる俺ぞろいアッコにお任せであんまり間一言二言くらいしか喋ってない本当にお任せだからアッコさんなのにアッコにお任せねありがたいよねそれって書いてあった書いてあったそうなのアッコにお任せのみだよあそうなの あ,あそ,うなそ,うそうだよ。そうだよ。そうだよ。あっこに、お待たせに感謝されてるってことね。そうですね。そ出てたんだねそういうことです。よかったな。そうそうそう。それでまあまあ、うん、<laughs> それでまあまあ始まって、うん、それでまあ間も借り場っていうのはさ、うん、あの、食事。 のね、時間あるじゃん、お食事のね。休憩時間。休憩時間でお食事できる。そこを狩り場と僕呼んでますが、狩りをする場。みんな芸能人が、名だたる芸能人がね、そこに集まってくるので、僕は話しかけるという、こんにちはと挨拶をするっていう狩りをやってるんですけれども。狩りね。はい。そう、呼ぶのね。そうそう、呼ぶんですけど、みんないろんなね、人がいて、ナダルと二人で、キョンキョン。 小泉京子さんがいて、うん、間も頑張ってるから僕も仮頑張らなきゃと思って <laughs> そうやって「あ <laughs> <laughs> こんにちは」みたいな感じで<ー>僕も言った「ああこんにちは」みたいな感じで、うんよあ「よく見られてますよお二人」みたいな感じで言ってくれてく<ー>そうそしたらナダルも「うん、あ僕も結構」 こう見てます。いや結構ってなんだよって。僕もね。そうそうそう。結構でも笑ってくれたりして、ああありがとうございますみたいな感じ。でまあまあカホカホさんいた。カホさんのところ行こうとしたら、袴田さんいて、あれ袴田よ彦ひこだ。そう冒頭からいじられてたんだよね。そのあのね、その不倫のねことで。 袴田ま彦よしひこだと思ってさ、あの、2週間前ぐらいのね、メールテーマでさ、袴田ま彦よしひことのね、過ごし、あの、思い出。みんなの思い出をね、募集したんだよ。募集したんだよ。で、間はね、全然ないだろって。袴田ま彦よしひこ、ピン、ピンポイントで。しかも、思い出なんてないだろって言ってたんだけど、バンバン来たんだよね。そう、それ僕らもなかったから、なかなかね、ちょっと、思い出作んないと。そうそう。思い出作んないと。ちょっと、カホさん置いといて。そうそう行きたいだけ。そうそう。置いて。さかる。 こんにちはってそしたら袴田さんがそういうモードになってるのか分かんないけどあっこんにちはって謝るモードここは多分まあ半年ぐらい3か月ぐらい謝るモードあっこんにちはってこいつもいじってくるのかみたいな。 いや、そうではないなんか、変なスタンスだったから、やばいと思って、その、食事がいっぱいあったから、グリーンカレーあったんで、あ、えっと、僕も喋ることないえ、グリーンカレー、グリーンカレーどうぞ、みたいな感じで言った。ナダルはナダル、全然突っ込まないでしょ、僕。やべえ感じになって。やべえ奴がグリーンカレー、進めてきて。いやいや、そちらこそどうぞ、みたいになって、変な感じになって。でも、グリーンカレー襲ってくれたから、僕はグリーンカレー渡したの、袴丸さんに。そうやって、ありがとうございますって言ってたんだけど、遠くに行ったのね、僕。ずっと見てた、袴丸さん。 グリーンカレーシェフに戻してて、あれなんだこれ嫌だったのかな、なんなこの時間、グリーンカレー戻してて。なんだったのこれ。食べたくなかったじなんだろうねなんかまた泣たから。うん。しょうがねえから。しょうがねえな、これからかわかんないけど。まあ、それで、うん。それで終わって、あれまあ、間もね、戻ってきて、まあ、クイズあったんだけど、ぬるぬる、ぬるぬるのね、あの、恒例のね、